あれカメラ回ってんの？じゃあもうこのまま行っちゃう？このまま行っちゃう？じゃあちょっとあれや。どうしよう。わからん。どうしよう。どうやって始めよう。とりあえずナレーション頑張って俺。前回の続き、前回ですね、メルカリをね、使ってみたんですけれども、今まで使ったガラクタを売ってお金を作ろうという企画だったんですけど、まあ、とりあえず1週間やりまして、まあ、1週間やった結果を今から話そうかなと思ってるんですけども、まあ、そんな感じでいきたいと思うんですけども、なんでカット変わったのと思ったかもしれないですけど、全然意味はないです。意図はないです。ただふざけてるだけです。よろしくお願いします。メルカリの話の前にね、ちょっとちゃんと挨拶しよう。まあいいや。そんなことはどうでもいいや。たまにはこんな始まりからでもいいでしょう。たまにはノー編集でノーテロップの BGM とかなくてもさ、俺の喋りでなんとか持たへん。持たへんかみんなスキップするか。じゃあちょっといつも通りの編集でお願いします。ということでですね。11月24日。よっしゃ、明日給料日。明日給料日やけど家賃払えるかわからへん。はい、本題行ってくれと思ってるかもしれないですけど、そんな簡単に、つんなり本題行ったらもうワークデスチャンネルの意味がないじゃないですか。たまにはこうやって話させてくださいよ。カフェオレでも飲んで落ち着こう。カフェオレが飲み。あ、うまっ。美味しいと思ったらもう絶対北海道産絡んでるわ。へえ加減にせんかい。まあメルカリ初心者がね、お家にあるガラクタ、いらないものをね、売ってお金に変えていこうっていうね。そしてその金額が一体いくらになるのかっていうね、企画だったんですけどもね。24時間利用停止になるってね、なって、その利用停止になったね、商品、一応、紹介しとくわ、もう一回。はい、これ。バレンシアガのね、キーホルダーなんですよ。うん。で、おととい、もっぺんこいつ出したろう思って、おととい出したんですよ。また引っかかった。本物かパチモンかわからないみたいな、何も書いてないんよ。やのになんか、利用停止食らって。何やったっけな？メールあるんですぐ言いますね。商品削除、利用制限のお知らせ。いつもご利用いただきありがとうございます。お客様が出品された商品は、正規品と確認のないものに該当する可能性があるため、事務局にて削除いたしました。まあ、これまではわかるよ。うん。まあ、正規品かわからんから削除されるのはわかります。また、これまで複数回の規約違反が確認されましたので、事務局にて24時間の利用制限を行いました。なんでやねんなんでまたやられんねん。メルカリ初心者なんで、こういうブランド物ね、売る方は、一つお勉強として、出品時の注意事点、具体的な購入経路を記載しないといけない。譲渡品、まあ、俺みたいなもらい物の場合は、もう出品はしないようにしてください。ただ、そのもらい物でも、保証書なり、付属品があれば、出品ができると。はぁ、そんなん知らんやんな。アークさんこれあげるわ。これ一つでアークさんの履いてる靴2、3足買えますからって言われて。ありがとうございますつってもらってんから、そんなん。知らんがなな。僕が出品していったね、ガラクタ。なんと、この1週間で、4品売れました。ありがたい、ありがたい。まず、一番最初に売れた商品。覚えてるかもしれません。こちらメズモコイン。覚えてますかね？1ヶ月前にね、僕動画で出した、メズモコインっていうあれを出品したところ、あれが一番最初に売れました。お値段なんと、1670円。おおきにめっちゃ値段ついてるやん。大丈夫？ほんまにこんな値段で買ってくれんのっていう話ですよね。一番売れへんやろ、こんなんって。ありがとうございます。そして、二品目は、グロー。グローナノっていうね、加熱式のタバコ。一番最初にね、僕が加熱式のタバコをね、体験したんですけど、そのグローナノってやつね、3本しか吸えへんの。3本連続でしか吸えへんとかじゃないねん。3本吸ったら、充電せなあかんねん。定価で1キュッパとか、1980円とかなんですよ。それがなんと、760円。お気に。で、もう一つ売れたのが、シールド。違うで、ビッグシールドガードナーとか違うで。別にビッグシールドガードナーとか売れたとかそういうわけじゃないからね。エレキギターとかさ、エレキベースとかにさ、つけてアンプみたいなね、スピーカーにつなげるここのコードのことですね。この上の方にね、ずっと引っ掛けてたんよ。7メートルのやつ。まあ7メートルってだいぶ長いんやけど、もう僕今楽器もアンプもないから、音がね、なるかもわからん、ジャンク品です。なんと、660円。おおきにいいんですかいいんですか ?660 円。ゴミ売って660円。いいよね。ありがとうございます。もう貧乏人からしたらもう神でしかないよ、これ。もうこれが最後です。これが最後に売れました。その商品とは、リルハイブリッド。多分ね、僕禁煙して1ヶ月の動画で、多分最後の方にね、これメルカリに出すみたいな、なんか多分売りますみたいな言ってると思うんですけど、あのリルハイブリッド、売れました。もうこれでよ、もう僕が完全禁煙してるなっていうのももう信じてもらえると思うし、売れた値段、言いましょう。3500円。おおきに。ありがたい。ありがとうございます。1週間で6590円。おおきに。ありがとうございます。ありがとうございます。もう貧乏なんで6590円だけどもうありがたい。ありがたいや。なんでね、みんなね、もう多分、当たり前のようにやってるかもしれないですけど、まだね、やったことない方、意外とありやで。メルカリ始めるとね、買ってまう。僕初めてね、まあメルカリやって、なんか1000円分くれたんよ。で、僕D ポイントカード持ってて、なんか D ポイントと連携したら、500円分プレゼントみたいなメルカリのポイントがね、なんかそのメルカリのそのポイントが有効期限が2日みたいななってて、1500円丸々ね、消えるんやったらいらんやつでもなんか買おうと思って1500円のやつずーっと調べてたら、ええのありました。ボン。見て。ヴィトンのコインケースですね。で、革自体もね、色がね、すごい焦ってるんですけど、有効期限のね、ポイント全部使ってこれ手に入れました。今度ね、ちょっとこれを綺麗にする動画でもまあ撮ろうかなと思います。で、どうせお前それバッタもんやろってね、思うかもしれないですけど、間違いなく本物です。僕がこれで利用手しくらってるからですね。はい。ブランドもんは本物の確定じゃないと出せません。ってことでね、なんかちょっと話最後脱線したんですけども、よかったら皆さん一回メルカリ、これからね、年末年始かけてね、大掃除やるじゃないですか。でも一気に大掃除するのめんどくさいから、もう12月ぐらいからね、もうちょっとずつね、メルカリとかでいらんもん出してって、スッキリさせれる、かつ、お金も入るってね、もしよかったらみんなやってみたらどうですか？はい。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。もしね、この動画、ちょっとやってみよう。もう年末年始やし、掃除したいから、不要品出そうって思ったそこのあなた、もうぜひね、チャンネル登録、グッドボタン、本当にお願いします。本当にお願いします。多分これもう出てる時はね、12月入って思ってるからね、本当にあと1ヶ月で2500人頑張りたいんで、ほんまにチャンネル登録お願いします。言うて、イエース。あけでした。ってことで、シャイニングスターどうぞ。シャイニングスター。